ベビーブームとは、主に特定の地域で一時的に新生児誕生率が急上昇する現象である。競技では、第二次世界大戦後に起こった人口急増現象を指し、人口動態学による社会現象分析やマーケティングに活用される場合が多い。それにより、高齢化の加速に影響している。第二次世界大戦が終わると、戦争から兵士が帰還した際や、 戦争の終結に安堵した人々が子供を作ったため、前後の世代に比べて極端に人口比が高い現象が世界的に見られた。この時期に結婚、出産した世代は、おおむね1910年代末期マイナス1920年代初期に生まれた世代と見られており、おおむね1946年から1952年頃の間に、北米、欧州、オセアニア、 日本など世界各国で同種の現象が起きた。ただし、国や地域によって、時期については前後することがある。日本の出生数と合計特殊出生率の、推移日本の出生数と出生率の推移第一次、ベビーブーム日本では1947年から1949年に、ベビーブームが起きた。この3年間は、出生数が250万人を超えており、 合計すると、約800万人程度の出生数となる。1949年の出生数269万6638人は、戦後の統計において、過去最多であり、この出生数は2019年の出生数86万5239人の、約3.1倍である。なお、この期間に生まれた世代は、段階の世代と呼ばれる。第二次。 ベビーブーム1971年から1974年までの出生数200万人を超える時期を指すことが多く、1973年の出生数209万1983人がピークとなった。ただし、この出生数の増加は第一次ベビーブームと違い、合計特殊出生率の増加が伴われない出生数の増加である。なお、 この期間に生まれた世代は、段階ジュニアと呼ばれることが多い。しかし、日本においては、第2次、ベビーブーム以降少子化の一途図をたどり、未だに2020年代に入っても、第3次、ベビーブームは発生していない。詳しくは、段階ジュニア消えた第3次、ベビーブームや、少子化日本などを参照のこと。アメリカの出生率の推移。 赤線で示してある1946年から1964年までの期間がベビーブームの期間である。1918年から1929年にかけてベビーブームが発生した。1946年から1964年の18年間、または第二次大戦終結後から、 ケネディ政権発足前までの1946年から1959年頃にベビーブームが発生した。この時期に生まれたアメリカ人は約7820万人とされる。この世代が成長するにつれてアメリカ社会に及ぼした影響が多く、ベトナム反戦やヒッピー文化、ウーマンリブ。 ロックの交流、そして現在はその世代の高齢化へと、社会現象が移行しつつある。なおこの時期に生まれた世代を、ベビーブーマーと呼ぶ。特に、1955年までに生まれた前期、ベビーブーマー世代を、ベビーブーマー候補と1、その後の後期ベビーブーマー世代を、ベビーブーマー候補と2、または、ジェネレーション・ジョーンズと呼ぶこともある。 おおよそ1980年代から1990年代に、再び、ベビーブームが発生した。この時期に生まれた世代を、第2次、ベビーブーム世代、ジェネレーション Y、ミレニアルジェネレーションなどと呼ぶことがある。詳細については、EN、ミレニアルズも、参照のこと。人口動態統計の外況2013年6月22日閲覧。 1945年と1946年の公式の人口動態統計は存在しないが、1946年の出生数は160万人程度と推計されており、ベビーブームの式を1946とするのは適切ではない。日本の出生数の変化帝国書院公式の人口動態統計とは少し異なる数値となっている年次があるが、 数声は同じである。1946年の出生数が1576000人となっていることに注意。結果の概要。厚生労働省。2020年10月30日閲覧。青少年白書平成18年版内閣府。なお、1949年の出生数には、本土復帰前の沖縄県での出生数は含まれず、2007年には、 出生率が高い同県が含まれていることから、実際の開きは、さらに大きい。総務省、青少年白書平成18年版ただし、段階ジュニアという言葉には、議論がある。段階ジュニア申請段階ジュニアを参照。バイタルスタティスティックスオブザ・ユナイテッド・ステーツ、1980から2003テーブル1から1ライブバース、バースレーツ、アンド・フェアティリティレーツ、 バイレース、ユナイテッドステーツ、1909から2003、200 CDC、ハット US センサスビューロー、オルデストブーマーズターン60、在庫ブーマーズ。2013年6月22日閲覧。ありがとうございます。